川ポンです。立教大学の一般入試の情報になります。2025年度用のパンフレットでは、英語は共通テストであれば 70% 以上の得点率、英検であれば1950点程度の実力が合格ラインの目安でした。とあります。この合格ラインは、これだけ取れれば安泰というわけではなく、合格の最低ラインという認識と見ていいでしょう。もちろん、これ以下の得点での合格の事例も存在します。英語の配点が低い理学部や、人気が低めの学部については、妥協化次第では、逆転の可能性もあるのは確かです。ただ、一般的には、これらを下回れば、他の大学にシフトした方がいいと思います。参考にしてください。